子育てについて大野市ではこのような取り組みをしているよ。延長保育や放課後の居場所づくりなど、保護者が働きながら子育てできるよう支援します。子育て支援センターなどで子育てについて気になることや困っていることの相談を受け付けています。大野ですくすく子育て応援パッケージに取り組み内容をまとめているのでチェックしてね。次はみんなができることについて紹介するよ。楽しく食事したり、子どもの話をよく聞いたりして家族団らんの時間を持とう。子育て中の親や子どもを地域のみんなで温かく見守り、交流しよう。子育て中や不妊治療中の人が柔軟に働けるようにみんなで応援しよう。人がつながり、地域がつながる、住み続けたいゆいの町を目指して、一人一人が小さなことから取り組んでいこう。